じゃあこんにちは、はい、さあまた一人、ね、プロ野球界から引退していく選手がいました。ソフトバンク、そして巨人で活躍した松田選手。なんか火が消えたようになるぞお前あっていうぐらい明るいマッチだったから。いや、熱男でしたからね。ああ、そうですよ。引退のスピーチの時みんな熱男で最後お願いしますって、やらないよ普通普通はやらないよね。でもそれがまたマッチの人柄というか、まあ、そうだな。これ、内川に聞いた話なんだけども、はい、やっぱりベテランになると声を出さなくなって、ちょっと斜に構えるような、はい、まあ、そういうスタイルになるじゃんみんな、うん、だけどマッチが言った言葉はベテランになったからといって声を出さなくなるっていう理由がわからないって、うん、やっぱ声って大切なんだよって、それを聞いた時に確かにと思って内川とマッチで声を出してソフトバンクのキャンプを盛り上げたと、まあ、そういう話があるんだよね。だからスポーツやる上でさ、元気って大切じゃない、はい、声って大切じゃない。だからそれを本当に忘れなかった選手だな。いつでもハツラツしてたよ。そうですね。だからマッチがこうなんて言うんだろう、こう塞ぎ込んでるとか、そういうのは裏ではあったかもわかんないけど、グラウンド上ベンチの中で見たことがないの。ないですね、うん、だからやっぱ素敵な選手だったよな、うん、あのチームが劣勢でもベンチから声出してもう誰よりも盛り上げてっていう、それでまたチームに流れを持ってこさせるみたいな。あ、そうだね、うん、それでマッチってあのソフトバンクの時に初球からバンバン振ってたんだよ、はい、よく振れるなと思ったら一番そういうデータを見てたんだって。初球は何から入ってくるっていう、それをこう計算のもとで初球を振りに行ってたんだ。だから闇雲に振ってるんじゃないんだよ。理由があってのか、やっぱり理由がちゃんとあってのその初球を振っていくというね、うん、まあ、そういうことがあったんで、だからやっぱりこう裏付けがやっぱりみんなあるなと思ってさ、うん、感心してたんだけど、だけどやっぱりいつでも爽やかだな。でしたね。でしっかり挨拶できるスポーツマンだよ、うん、だからグラウンドの川崎さんは、あ、板川さん、じゃあとか言って、はい、まあ、本当に気持ちのいいね、うん、挨拶をしてくれるし、元気かって言ったらいつでも聞いても元気です辛いこともね、うん、あるだろうに、あっただろうしな、うん、まあ、いろんなことがあったとしてもやっぱそういう人っていうのはやっぱりその言葉の端々にやっぱ感謝を述べるよね、うん、で、まあ、1年間だったけども巨人はね、はい、真原監督の誘いでみたいな、真原監督にはすごく感謝をしているというようなねこともなんかしっかり伝えたし、ただいい指導者になるだろうな。そうですね、うん、それな気はします、うん、コンプラに引っかかりそうだけど暑すぎてそうだからだからファームが似合いそうだな。ファームで育成的な感じで、マッチがある程度年を重ねていって、うん、一緒に上がって監督やってみたいな、うん、なんかそういう素敵なチームになりそうな感じがするようなコーチ監督にファームのね、うん、はい、なりそうな気はするよね。そうですよね、うん、いやだからあのソフトバンクが本当にね上昇軍団というか強くて優勝してっていう、あの時にいた、まあ、内川選手もそうでしたけれども、一緒にこうマッチもいたっていう印象もすごく強くて、まあそうだな、うん、まあ、ソフトバンクという顔から考えるとやっぱマッチだよ。その頃の時代は、はい、まあ、内川も頑張ったけど、はい、でも DeNA から、まあ、横浜ベイスターズから行ってるからね、はい、でも生え抜きでやっぱソフトバンクを語るんであれば、まあ、その前だったら国分であったりだとかさ、はい、城島であったりだとかするけども、一つ世代を変えるとやっぱマッチだったよね。そうですよね、うん、その次に柳田っていうのが出てきて、うん、みたいな、やっぱミスターソフトバンクっていう風な、はい、時代を築いたよね。ですよね、うん、あと12チームどこを見渡してもマッチみたいな、あれだけあそこのけに明るい盛り上げる選手ってなかなかいないですよね。いや、これもやっぱ素質の一つなんだろうな。あ、それはやっぱこうみんなに持っててもらいたい素質の一つだよね、うん、元気という、はい、くじけないという、うん、必ず前進するという、なんかそういう素敵な
プレイヤーだったな。そうですよね、うん、で今年から巨人に来て巨人のキャンプでも誰よりも声を出していて、あ巨人にまあいないタイプの選手なので、いや他の球団にいてもいないタイプですよね。だって12球団一番元気な選手を書けって言ったら松田って書くよ、みんなが。みんな書きますね。みんな書く。確かに。だから今年の巨人のキャンプ、坂本選手が、まあね、あのショートとかにいて、松田選手がサードで練習してて、ものすごいマッチが声出してるので、なんかそれにつられてみんな頑張っててみたいな。まあ、若手は特にそうだよな。はい。だから活気のあるキャンプだったけどね。そうですよね。うん、だから一時代を占めるのかなっていうふうに思うと、うん、まあ寂しさはあるけどね。ありますよね、うん、でもやっぱりこう年齢とともにやっぱりその体とかその身体的なこと、例えば洞察だ目だったりとか、そういうものがだだ徐々にその衰え、もちろん衰えてくる。まあそれは衰えるよね、うんうん、だけど気力、うん、元気、これは衰えなかった選手だな、はい、最後までそうですね、うん、なんかちょっと寂しい気もします、ね、いやそれは寂しいよ、うん、マッチなんかプロ野球の一つの名物みたいな男だったから。いや本当そうですよね。一時知ってる厚尾からね、はい、タイトル変えたんだよ。何ソフトバンク、あれ何だったっけな。えそしたらさ、なんとなく迫力なくなっちゃってさやっぱダメなんです。いやそれで厚尾に変えたんだ無理やり。あそうなんですか、ね、そうそう、このタイトルってあるじゃんキャッチフレーズみたいな、はい、なんかソフトバンクの、はい、だからチームのフレーズじゃなかったけども、はい、なんかちょっとあったんだよね、厚尾の次に出てきたのが、うん、それをこうやろうと思っても、うん、なんか合わないんだよ、うん、それでやっぱ厚尾じゃないとダメだって厚尾になって、それからずっと厚尾なの。あそうなんですね、そんな経緯もあったんですね、厚尾には。だからその時笑ったけどな、うん、全然合ってねえじゃないか。いや本人的にもしっくりこなかった。そうしっくり全く来てないんだよ。そうか、で俺は厚尾ってやったとこうやって一本足でこうくるっと回るのが好きだったけどな。あとバッターボックスでもくる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 こうやってこう回ってるのもすごくなんか、まあそうだな、ハマッチっていう、うん、だからまあ特徴というかね、はい、あそういうのもあったし、うん、その特徴を愛する人たちっていうのはたくさんいたし、うん、まあ、人間的にもそうだしね。そうですね、うん、実はその松田選手、はい、引退試合のも翌日に YouTube チャンネル厚尾魂解説ということでもう立ち上げた、はい、もう準備してたもん。とにかくはあったと思うんですよ。まあ、第二の人生はね計画的に行かなきゃいけないので、ちょっとコラボじゃないか。いやそうですよ、同じ今度ね YouTuber として喋り大丈夫かね。どうなんですかね、まあ、熱く語るんじゃないの、そこは、うん、でも今日の厚尾は誰みたいな感じで行くのかもしれないですけど、そう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 、ね、あと引退会見の時にはね、あの元同僚の内川、はい、さんであったりとか、あと坂本選手もね、はい、サプライズで登場もありましたけれどもね、まあ、でも本当にあのどの選手からもファン、どのファンからも愛された野球選手だったな、まあ、そうだな、まあ、ファンもそうだしチームメイトもね、うん、やっぱマッチを嫌いだっていうやつはいなかったと思うよ、うん、ソフトバンクの、ね、メンバーが、うん、それぞれコメントを送ってたけども、やっぱあったかかったんだろうなって思うよね、うん、松田はね。そうですね、うん、まあ、ねこれからまあ YouTube も開設されて、はい、まあ、第二の人生ということで、またいつかもしかするとね指導者としてソフトバンクに、いやし、うん、俺すぐ指導者になるかなと思ったんだけど、ね、ちょっとなんか休みたいんでしょうね。まあまあそりゃそうだな、はい、うん、休んでからまた指導者としていい指導者にね湯高さんもなるとおっしゃってたので、いやまずファームからが似合うかな、うん、若手と泥まみれになって、あのね、体が動くときの方がいいよ、ファームは。あ、そうですか。マッチみたいなタイプは、はい、もう一緒に走って一緒にノック受けてみたいな、うん、泥だらけになって、なんかマッチだったら似合うんだよね、うん、それにこうついてくる若手の選手っていうのが、はい、なんとなく想像がつくから、うん、そういう風なコーチを目指して YouTube なんかいつでもできるから、まあ そ, ね、まあ、そんなことしなくて、うん、あの俺はそういう勉強してほしいなと思うけど、ね、そうですね、うん、でグラウンドに戻ってきてほしいですね、まあ、そうだな、うん、戻ってきてほしいな、そうですね、うん、まあ、でもねひとまずあの本当に野球人お疲れ様でしたという意味と、あとはねあのファンにこれまであの熱いプレーと熱い声援を送ってくれてありがとうという、熱そうなんていうのはもうあれホームランを打った時にいろんなパフォーマンスをするけども、はい、端的でいいよね、いや分かりやすいみたいなね、分かりやすくて、はい、で
まさしく厚尾だしさ、もう本当そうです、ね、うん、だからキャッチコピーになるな、厚尾、厚尾ね、そうですね、殿堂入りですね、厚尾は。まあそうだな、はい、本当に、まあ、そのぐらいの価値があります。そうですね、はい、もうお疲れ様でした。お疲れ様でした。